今週の桑田ピッチャー桑田背番号18。今シーズンからですね、桑田真澄さんがプロ野球巨人のコーチに就任。巨人のユニフォームは15年ぶりでございます。一軍投手チーフコーチ補佐、背番号は73番、はい、ね、注目の桑田さんの動きレポートしてもらっております、はい、ラジオネーム、A のたこ焼きマントマン。昔熱海のたこ焼きマントマンでした。なんで A に変えたの、ね、ラジオネーム A のたこ焼きマントマン。便所で小便をしている時にボソボソと、そう弾く感じと言いながら、自分の金玉をカーブの握りで握ってションベンをドロップカーブさせていますションベン曲げんなよションベン曲げないでよ、あげようか。ラジオネーム一蘭食ってまた一蘭。今週の桑田、息子にやってもらったごっついネイルをそのままキャンプインしてしまい選手とキャッチボールした時に爪をごっそり剥がしてしまいました。本当マットにやってもらったんだ。ラジオネーム赤い月。今週の桑田、 KK コンビの KK って何の略か知ってる？と岡本に聞く桑田。岡本は、ああ桑田さんと清原さんの頭文字の KK ですよね、と答える。すると桑田が、そこはボケなきゃと突っ込むので、岡本は、いやなら見本見せてくださいよという。そこから桑田は5分間黙り込んで彼と岡本に聞いてしまう。KK コンビ何の略か知ってる？カツカレー。出るまで何分か。あげよう。ラジオネーム東北自動車道。今週の桑田、それぞれの自宅からオンライン合宿をすることになった。ズームで、はい、スクワット100回と指示する桑田。画面共有の機能で事前に録画したスクワットを2回している動画を50回ループさせる選手たち。50回ループ再生させる選手たち。ギフ動画みたいになってる。ああお前たちよく頑張ったな、素晴らしい、とパソコンの前で涙を流すクワット。スクワット100回普通にしても泣かないよ。選手たち悪すぎるだろ。いや大丈夫だろクワタなら。そんなにダメ。大丈夫でしょクワタなら。元木にもバレないでしょ、大丈夫でしょ。めちゃめちゃ舐められてる。あれ桑田の時代の三本柱って誰だっけ。桑田の時代斉藤正樹、はい、桑田真澄、もう一人誰、忘れちゃったんだよな、これが。ちょっと待ってね、槙原か。槙原さんか。そうか、うん、江川、うん、西本、佐田岡が前の三本柱で ね、あ、そうかそうか、うん、そうか槙原さんか、うん、そうそう、ラジオネームやぶ医者。今週の桑田、正直こんなにキャンプがきついとは思わなく、やる気がなくなってきたので一日おきに桑田マスニと入れ替わりで出勤をすることにした桑田マスミ。幸い原監督やコーチたちにもバレないでいたが、なぜか FA で入ってきた元横浜 DeNA ベイスターズ梶谷隆之と伊能和人が、和人だっけ、分かる、伊能選手が、梶谷選手と伊能選手が感づいて変な目で見てくるので、
あの二人からは距離を置き、なんとかキャンプをやり過ごしたいと考えるようになった。サボってんだよ、桑田真澄さんと桑田真澄さん。桑田さんの弟さんプロゴルファーからからだよ ね、 ね、そうです ね、 ね、教えるのはめちゃくちゃなんかうまいんだよね、レッスンのねプロなんだよね。桑田さんより全然かっこいいよ、同じ髪質だけど。そうですね、確かに同じ髪型だけどね。髪型は、うん、そうですね、チリッチリの七三みたいな。チリッチリの七三だって理解したんだよ。まあそんなもんでしょうか、ラジオネームサイン Z。 投手板に足が触れていなければならないという意識が染みついている桑田は、小便器付近に書いてあるもう一歩前へという張り紙に従うことを極端に拒みます。仮に指示通りにしたとしても、軸足である左足の位置は動かさず、右足だけ前に出すため小便は左の方へそれていきます。ラジオネームエスロー。テレビの取材を受けた桑田コーチ、アナウンサーに今シーズンの目標を聞かれたので、若者受けを狙い、ジャイアンツしか勝たんとポーズを決めるも、ディレクターに苦笑いされてしまい、撮り直しを頼まれる。すいません桑田さん、もう一回ちょっとお願いします。ジャイアンツしか勝たんなるかな。いや、そうですね、ちょっとこれはエンジェルあげる。ラジオネームもよこレート。プロ野球チップスを3袋買った桑田、早速全てのカードを開封してみると、走る掛布、打つ掛布、微笑む掛布という3種の掛布が揃っただけだった。桑田はカードをゴミ箱に捨て、静かにチンコをしまった。しころうとしてるね。誰でしころうとしてたんだよ。斎藤佑樹とか出たらしころうと思ってた。走るかけ、打つかけ、微笑むかけ、いつの野球チップスなんだよ。だいぶ古いだろ。めっちゃ面白いな、あげよう。パン。ラジオネーム赤い月。監督、コーチ、選手のトレーディングカードがランダムで入っているグッズをジャイアンツが発売。その後ツイッターでトレカの交換を呼びかけるツイートが散見されるが、桑田と元木をあげるので坂本と交換してください。どの選手でも1枚でいいので桑田10枚と交換してください。など桑田のトレカが供給過多になっていることが判明する。清原なら分かる、桑田供給過多だ。誰だよそれ吸ったの。双葉社と逆だろ。ラジオネームカンパチ太郎。岡本に舐められている桑田。岡本はティーバッティングでやたらと桑田を狙い、やめろよそれ、体に当たったら小さい声でいったんと言い、金玉に当たったらホームランという、桑田は岡本くんナイスバッティングと言い、故障者リストに入る。いや、コーチだから選手じゃないからね。ラジオネーム学ぶ。新春キャンプの始まり、全員がユニフォームを着て集まった中、桑田コーチだけは暗い黒い爪入りの学生服。油断かいけどと。そうだったね、桑田コーチだけ黒い爪入り学生服を着て登場。原監督が、おい桑田、お前なんでそんな格好してんの。あ、PL 学園時代の気持ち、初心
忘れるべからずです。真顔で答える桑田コーチ、原監督、そうか。と飲み込んだ。何事もなかったかのようにキャンプイン。今年の巨人はなんかやってくれそうだ。やばい、この全員あげそうになっちゃうよ。あげようしょうがないもんね。面白いもんはしょうがないもんね。出し惜しみしてもしょうがないから、はい。ラジオネームカッペン、サンドリでいじられていることを元木と宮本から知らされるが、あいつらは適当なことを言っていると思い気にしていなかったが、後日石井拓郎が言ってきたのでちょっとだけ聞いてみることにしたが、ラジコのプレミアム会員ではなく東京では聞けなかったので好物のフルーチェを食べて寝た。ああよかった。ラジオネームババア、平内と山崎が自分の顔を覚えてくれないので、うん、マスクに顔を描こうと思いついた桑田。朝4時に起きてマスクにマジックで鼻、口、ほくろを描く。几帳面な桑田はほくろの位置が少しでも違うのが許せない。何度もやり直して完成させ、今日も時間より早くグラウンドで選手を待つ。俺巨人の選手の個人名あんまり知らないから、はいはい、ちょっとすいません、うんうん、あの巨人のコーナーじゃないんで。僕巨人は嫌いなんで、ちょっとそこを、ね、調整よろしくお願いします。プロ野球巨人のコーチに就任した桑田真澄さんの動きをレポートしてもらっています、はい。当時のね、読売巨人軍の三本柱でした斉藤正樹さん、牧原ひろみさん、桑田真澄さんが3人であの CM 出てます今ね。エアペイかなんか、なんか CM 出てましたね。ちょうどで笑っちゃいましたね。3人ともいい親父で笑っちゃうんだよな。球春到来、そろそろでございますね。開幕もね、近づいてまいりました、はい。ラジオネーム一覧食ってまた一覧、新しい変化球を開発しカタカナでクワタと名付けた桑田。早速菅野に新玉クワタを教えに行くと、あーそれシンカーですから、あの邪魔しないでくださいと軽くあしらわれと明るく返すもしょんぼりする。何だそれ。ラジオネームパイロット、今週の桑田、アボカドの中身をくり抜いて頭にかぶっていたものの、誰からも気づいてもらえず緑色の汗をかくのであった。髪型一緒だもんね。アボカドの側と桑田さんの髪型本当に一致するもんね。あげよう。パン。ラジオネーム内角低めゴリラ、元木と 50m 走で対決し敗北してしまった桑田、罰ゲームはデコピンの約束だったのに元木からカーフキックを食らい悶絶。そんな悪いか、元木の方が後輩だから。そうですね、桑田の方が先輩だから。今ちょっとフライングしてなかった。いやいやしてないですよ桑田さん。いやちょっとフライングしたように見えたけどな。なあ清原さんいないじゃないですか、やめてくださいよ。ありそう。広瀬に言えばびっくりする。ラジオネームサイン Z、 健康志向の桑田は毎日ヤクルトを飲んでいるのだが、他球団の名前を口にすることに抵抗があるからだろうか、彼は一貫してあの乳製品のことをシルと呼んでいる。監督シル飲みますか。いいよいいいい。めちゃめちゃ体いいんですよ、汁。いいよ、汁は。監督も汁って言っちゃってる。ラジオネーム。
学ぶ。開幕戦の東京ドーム一塁側のスタンドには今日はなぜか白いチューリップハットをかぶった学生が詰めかける。桑田コーチがグラウンドに現れると桑田桑田の声援とともにパネルで桑田の二文字の後マスミの文字が見事に映し出される。桑田コーチの影響力は今も健在だ。PL 学園の応援マスゲームね、マスゲームの応援ね、PL ファイトみたいな感じですね。マスゲーム今あんま見ないね。そうですね、なくなりましたね。まあ、生徒も減ってきたのかね、あれをやったりするね。あ、そうか、やっぱ PL ってやっぱ宗教的な学校だから、ああいうあったんだろうね、結構こう団結じゃないけど。そうですね、結構ね、ああいうのもあったんだろう、ね、一時ちょっとね、なんか真似してるところもあったよね、いろいろ全国的にね。最近そういえば見ないですね。ラジオネーム冷凍バティスタ。あれ別に全然別の話だけどさ、PL 学園、 PL 教団じゃん、あそこは、はいはい、PL 教団が多分や経営してるけど、はい、なんだっけあれ、 PL はパーフェクトリバティとかかな。あ、そうなんですか。完璧なね、なんかそんなんだね。PL 学園のスポーツの子たちってさ、うん、清原さんとか桑田さんもさ、うんうん、打席立って打つときにさ、はい、胸にあるお守りなのかな、なんかありましたね、クロスなのか分かんないけど、あれをお守りをグッとまず握って、うん、なんか神様にお願いしてるような感じでバッターボックス立ってたじゃん、プロ行ったら全然ないのかいや、まあまあまあそうですね、まあそうですね確かにやってなかったです、ね、なんだろうな、やってる人いそうなもんじゃん、なんか PL 出身の選手でさ、まあ、そのまんまね、そのまんまね、全員やんないよね、確かにやってね、なんか不思議だな野球特待生たちだから、まあそうなんだろうね、別にどこでもっていう、でもいる間はやんなさいって言われるのかな、でもね、まあそうかもしれないかもね、それともなんかやっぱり本当になんかそういう気分が、まあ、あるのね。ラジオネーム冷凍バティスタ。ロッカールームの隅でスマホゲームをしている高木京介に、おお、なんだまた野球賭博でもやってんのかという笑えないブラックジョークを言ってドン引きされていましたいや、そんな人じゃないよ、気使う人でしょ多分ね。そうですそうです、多分そうです、繊細なぐらい気使うじゃない。そうです、あんま言えないぐらいだと思うよ、うん、俺なんか、うん、こうあんまなんか悪いから、うん、ちょっと元木言っといてくれ、うんうんうん、もうちょっと肩開いて投げた方がいいぞって言っといてくれ元木っつって、なんで俺が言うんですか、なんで俺なんですか言ってくださいよ元木にばっかり、メール LINE で送ったりで今日ちょっと肩開いてたでいや直接言ってください桑田さんラジオネーム赤い月。選手に勧められて野球ゲームアプリをやり始めた桑田コーチ、最初にガチャを回し手元に来た20人の選手からスタメンを決めるというものだが、なぜか桑田が引いた選手は20人全員外国人選手で、オーダーを組もうとすると外国人枠がオーバーしていますと警告されてしまい全然先に進むゲームが悪いんじゃん桑田さんが悪いわけねラジオネーム黒羊、はい、桑田、うん、今度スラムダンクが映画化するでしょ、湘北の1年桜木とルカは他の部員の名前知ってる、あ、ごめんなさい、オタク趣味がある畑投手に対してですね、うんうん、桜木とルカは他の部員の名前知ってる、石井、笹岡、桑田スラムダンクの連載は1990年から96年だから、この桑田は確実に僕から来てるよね、牧さんは斉藤さんでもなく僕から来てるんだよね、牧さんでも斉藤さんでもなく僕から来てるんだねと謎のアピール。対する畑選手は、僕サンデー派なんですよねと一周、今シーズン2軍スタート、ちょっと難しかった
ラジオネーム、パルの実。桑田は美容室に行くと、あ、ヘルメットみたいにしてくださいあの一瞬たりとも野球のことを忘れたくないんですとオーダーするそうです。するそうですじゃないよいつも通りだいつも通りしてくださいよ。そうね、ヘルメットみたいにしてくださいなんて言わねえよ。いつも初めてのとこ行ってるわけじゃないんだからいい加減にしろよ本当に。ラジオのノルウェーバック、はい、元木にリアル脱出ゲームに一緒に行かないか誘いの LINE を3週間前に送り、ようやく返信が来た断られた断らないよ本木さんは非常に。ラジオネーム一覧食ってまた一覧。ビンゴ大会に参加する桑田、最初の番号が18で思わずビンゴと叫んでしまい頭をポリポリする。いや桑田まだ1個目だぞすいません、18だったんで、ね、すいません申し訳ないですラジオネームカンパチ太郎。グルメロケをしている桑田、このチーズ私のストレートぐらい伸びますねというそれを聞いた中山秀幸が、お前の冷凍ストそんなに伸びてないだろうと笑いながら言い、桑田のテンションがフォークぐらい落ちるラジオネーム黒羊。開幕まで残りわずかに迫った桑田コーチは、一つだけ気になっていることを元木に相談した。なあ元木、開幕戦って東京ドームだよね。テレビおじゃまんぼうのカメラってあのベンチの端でいいんだよね。かつて中山秀幸、浅木邦子が MC を務めた日テレの番組テレビおじゃまんぼうにて、試合開始直前のベンチの端で元木が出演するというのが人気であった。元木、桑田さん いつの話してるんですか、とっくに終わってますよ。ああそうか、今はニュースエブリか開幕戦ベンチ横を陣取る桑田と元木の姿があった。出たくるじゃないだろ桑田さんは元木はわかるけど。ラジオネームサンダガン海峡。お店の店員に舐められている桑田、買い物の時カードか QR か電子マネーで支払いをしようとすると、あ、失礼ですがお客様それ使えませんと小田切城の真似で嘘をつかれて現金で払う羽目に。おかげで桑田の財布はいつも小銭でパンパンだそんなわけねえだろ逆に借金多すぎてカード使えないんだね。もう大丈夫でしょ。大丈夫、はい。ラジオネーム怪盗フクロウ。目覚ましじゃんけんのコーナーに出演した桑田は、目覚ましじゃんけんじゃんけんの時に、カンペにチョキを出してくださいと書いてあるのを見たんだが、じゃんけんぽいのところでついつい癖でカーブの握りを見せてしまう。焦った桑田は、私はカーブを投げましたというわからない言い訳をし、その場をしのぎました。ラジオネームブラザーフットオブスティール。練習中場外まで飛んだボールが近所で有名な雷親父の家の窓を割ってしまったので、じゃんけんで負けた桑田が謝りに行くことになった。しかし家は留守だったらしく、練習場に戻ってきた桑田はセーフのポーズを決めた。で桑田が取りに行かされてる。桑田さんちょっといいっすか。え俺なんで。優しいな。どうなんだろうな、どうなるんだろうな、楽しみだな。確かにマジで理論派ではあるからね。まあそうですよね。ラジオに本当このコーナーで言ってたけど、開幕の開幕戦、はい、学生服で来るかどうかなそこ注目だよな。ちょっと新庄みたいに盛り上げてくれるかもよそういうタイプじゃないんですよ桑田さん。監督学ランで行っ
どうですかね。やらないですよ。やらない。真面目な方ですか、川さん。ラジオにたまず。元木に、セリーグはセントラルリーグのことですが、パリーグは何の略でしょうと聞かれ、あ、これは大喜利だと思って桑田は、ひとしきり考えた後、重たい口を開き、パイパイリーグと回答。攻めたな。元木は、と、乾いた笑い声を上げるしかできなかった。どういうシチュエーションなの？めちゃくちゃ元木。桑田さんにパリーグは何の略でしょうかって聞かないんだよ、元木は。めちゃくちゃ仲良しですね。元木はもう後輩だから。パイパイリーグ。元木も突っ込めや、しっかり。何やってんだよ。ヘッドコーチか、それでも。以上です。プロ野球、巨人のコーチに就任した桑田真澄さんの動き、レポートしてもらってます。球春開幕、野球始まりました。はい、巨人は調子良さそうですね。巨人調子いいですね。ちょっと強す、はい。強そうですか。うん、まあ、9回までなんで引き分けも増えていくでしょうね。そうですね。ちょっと今年は、まあ、今年で楽しみなシーズンが続きますけど、一番の注目は桑田コーチでございます。ラジオネーム、ミリオンテッド。ピッチング練習の休憩中、ところでコーチはしこってるんですか？と菅野に聞かれ、動揺する桑田。桑田は、ああ、たまにはね。と返すと、ああ、ハマってるおかずとかあるんですか？と詰められたので、顔を赤らめながら、ビールの売り子。と耳元で囁いた。想像派なの？やっぱ頭いいんだろうな。そう、想像。イマジネーションだもん。DVD とか見ないで、ね、想像。ビールの売り子さんの残像を頭に入れて、ストーリー作りながらっていうタイプですかね。ラジオネーム、サイン Z。ドラマ、ルーキーズを見始めた桑田だったが、市原隼人と佐藤隆太の区別がつかず、悪戦苦闘をしている。息子であるマットに見分け方を聞くも、声が大きい方が佐藤隆太、元気な方が市原隼人と意地悪な返しをされ、さらに混乱。その結果、1話を8回も見る羽目になった。さっと流しちゃいいじゃん。理論派だからな。そうそう、しっかりちゃんと分かりたいんだよな。そうですね、大体で見たくない理由がちゃんといるからね。ラジオネーム、赤い月。桑田真澄、落合博満、徳光和夫の3人がフジテレビ「僕らの時代」に出演することになり、面白そう。ジャイアンツの話で盛り上がるだろうと思われていたが、3人は終始息子の自慢話ばかりをする親バカっぷりを発揮し、いざ編集してみると使える部分が1分半しかないことが判明。どうやって放送しようか考えたスタッフは、ダイヤモンド愉快、八村塁、成田ドームの名前に野球用語がついている3人の回の放送時に未公開として放送することを決める。ラジオ、桑田がほとんど出てきてないじゃん今の。ラジオネーム、赤い月。検索サイトで桑田と検索した桑田は、桑田佳祐よりも先に自分の名前が出てきたことで、もしかして巨人の選手が最初に出てくる仕組みなのではと考え、菅野、坂本、元木と調べて、自分の考えは正しかったと判断するが、宮本と調べると最初にエレファントカシマシの宮本浩次が出てきてしまい、それ以来桑田は宮本をスパイだと認識し、宮本を発見するたびにグローブで口元を隠して喋るようになる。ピッチャーマウンドのやつじゃないんだから。宮本がいるからちょっと今俺こうやって話すけど。バカじゃないの。ラジオネーム、だましやすけしん。元木大輔
から桑田さん聞きました？今年から五類ができて、1類2類3類、うん、本類五類、うん、桑田さん聞きました？今年から五類ができて野手の人数11人になるらしいですよ、と大嘘をつかれる桑田。お前嘘ばっかりつくな、もう絶好だからな、とぶち切れてしまい大反省。翌日選手に片っ端から、元木が俺のことなんか言ってなかったか、と聞いて回る羽目に。陰湿だよ。じゃあ後ろ上げよう。パン。ラジオネームブラザーフットオブスティール。徹子の部屋に出演をした桑田、徹子から、あなた面白い顔してるわね、なんかモノマネやってちょうだい、と無慈悲なリクエストをされた桑田は、あーじゃあ屋敷かなめの真似します、屋敷かなめと言い、顔にグッと力を入れる。すると顔中のほくろが鼻の下に集まり、ちょびひげのようになった。徹子にはそこまで受けなかった。なんでだよ、驚くだろ。驚くだろ。ラジオネーム、カンパチ太郎。ピッチングコーチ桑田は菅野に、タイミングずらせる新しいピッチングフォームを考えたんだ、名付けて桑田フォームデラックス、と言い、菅野にピッチングフォームを指導する。すると菅野は、桑田さんそれボークですよ。桑田はポークと勘違いして、桑田はボークをポークと勘違いして、うん豚肉美味しいよね、と言い、菅野を困らせる。知ってるだろ。野球の話してんだから、ボークっつったらボークだろ。以上です。さあ、今シーズンからプロ野球巨人軍のコーチに就任した桑田真澄さんの動きをリポートしてもらってます。巨人ちょっと調子悪いですね。そうですね、広島絶好調。大谷すごいですね、二刀流。大谷さん。ラジオネーム赤い月。FM 栃木。ソフトバンクの2021年のスローガンが、鳥の鷹という漢字にク、カタカナのクをつけて高くと知った桑田は、わあかっこいいと思い、原監督に、監督新しいスローガン考えました、マスミ、マスミにクをつけてマスク、どうでしょうか、時代的にもぴったりだと思いますよ、と提案するが、原監督に、よし分かった、じゃあ桑田はな、投手コーチに宣伝してくれよ、と冷静かまされてるな。マスク、マスク、マスクです、マスク。ラジオネーム論より証拠の大ライス。ホテルの食事会場に行く桑田、桑田に、翔ちゃん撮って、と言われ、翔ちゃんって何なんすか、と聞き返す元木。桑田は、失敬、翔ちゃんはお醤油のこと、と答えた。元木は、あー独特な呼び方してるんですね、し塩はしなんて呼んでるんですか、と尋ねると、あー塩ね、塩は塩太郎だね。塩ねって言ってんの。ニヤニヤしながら元木が、あじゃあチンコは、と聞くと、桑田は耳を真っ赤にしてもじもじしながら、いやチンコはチンコだよ、こんなこと言わせねえよ恥ずかしい、とそそくさと会場から出る桑田だった。何ですかって言ったって何ですかって言うなよ、何ですかって言うなよ、桑田がチンコは言うなよって、塩のこと塩太郎だね、塩太郎。それ何なの、醤油をさ
しょうちゃんって言うのさ。しょうちゃんとって、醤油の方が短いね。そうですね、長くしよう。塩もさ、塩と確かに普通略して読む。合理的な人なんだよ桑田さんは。そうですね、そうです、確かにね。こういうことはないと思うよ、あげるけどね。パン。ラジオネーム一蘭食ってまた一蘭。選手にカバンを隠された桑田。なんでだよ。コーチだって閉められてんの。誰が自分のカバンを隠したのか数名の選手に事情聴取をした結果、丸が怪しいと分かり、試合前こそこそ隠れている丸を見つけた桑田は、丸、僕のカバン貸してくれないかと声をかけると、丸は、いや結果で返すんでと即答してきたので、あ、頼むぞと丸の背中を叩き、すっかりカバンのことを忘れてしまった桑田は、みんな頼もしいな微笑んだ。いや、バカだな。そんな人じゃないんだよ。天然の人じゃないから。めっちゃバカですよね。どっちもバカだったな。理論派だから桑田さんは。そうですよね。ラジオネーム金のマンタ。ラウンド1にやってきた桑田。いや、シーズン中だからね。オフじゃないから。ストラックアウトがやりたくなった桑田は、セグウェイなどが走るトラックを邪魔にされながらもしっかりと2時間走り込んでから投球開始。しかし、肩に違和感を感じたため2球で降板。ラジオネーム、バールが。桑田やダルビッシュが提唱した走り込みは意味がないという逆説を受け、試合前に抜いてしまうと最後の一絞りの力が出なくなるという説に関してはどうでしょうかという質問に対して桑田は、ああ、私はしっこり、しっかりしこり込みます。しこり込む。私は試合に関係ないんでとドライな一面を見せつけていました。しっかりしこり込みます。しこり込むってよくわかる。初めて聞いたな。ラジオネーム田野ののさ。球場にかかっている曲に合わせて体を揺らしながら歩く桑田。試合前のウォーミングアップ中の菅野に、この曲いい曲だな、誰の歌なんだと聞いてきたので、あ、ケツメイシの桜って曲ですよと答えてあげる菅野。一曲まるまる聴き終えた桑田はしみじみとした表情で、元気にしてるかなぁ、老名士。老名士。つぶやくと外野の方へ歩いてった。当時のな、韓国から来たな。そうですね。老名士って助っ人外国人な。はい、韓国の。懐かしいな。ケツ名士から老名士。思い出した。うまいけどね。あげようか。うまい。パン。初めて野球知ってる人が送ってきたの。ちゃんと名士ね。ちゃんと知ってる人。ラジオネーム、ロンより証拠の大ライス。オナニーの別の言い方を考える桑田。しこるというのは下品だから却下。しごくというのも知性を感じないから却下。と悩んでいると、元木が、桑田さん、オナニーの言い方で悩んでんですか？そんなもん激しこわっしょいでいいんですよ。とガサツなアドバイスをする。桑田は怒るかと思いきや、なるほど、その手あったか。早速激しこわっしょしてくる。なんでとトイレに駆け込んで。そんな人じゃない。でだよ。そんな人やね。あげよう。以上です。ラジオネームネクストドア FM 三重。色白で肌の弱い桑田は夏場は素肌にラッシュガードでグラウンドに立つ。いつものようにロッカーで着替えていると、ラッシュガードの乳首の部分が切り取られている。慌ててマッキーで乳首を黒く塗りつぶしたが、原監督にバレて、服装の乱れは心の乱れだぞとげんこつをもらってしまう。そこへ現れた元木が、監督に笑ってもらいたくていたずらしちゃいましたと言えば、原はにっこり、陽キャって陰徳だなと頭をさすり、桑田はうつむいた。
キャラじゃないでしょ、桑田さん。小学校じゃないんだけど。あげよう。パン。ラジオのしげお。クリーニングに出すときは自分の背番号を書いて出すことになっている巨人軍、いつもの癖で18と書いてクリーニングに出してしまった桑田。次の日、忍者服部くんのブリーフを持った菅野が誰これいたずらしたのと怒っているのを真っ赤な顔をしながらただただ時間が過ぎるのを待っていた。服部くんのブリーフ履かないだろ。誰これいたずらしたの。本木さんでしょ。俺じゃねえよ。なんだよそれ。誰このパンツ。ちょ DNA 鑑定しようよ。やばっ、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 言った方がいいよ。あ、やめよう、そこまでは やんなきゃいいだろ。お前だろって。お前だろ絶対。バレるバレる、そこまでやる必要ないだろ。ラジオネーム切り札はジョーカー、 FM 長野。巨人の選手たちにパシリにされた桑田。ダッシュで戻った桑田に、もちろんお前の金でなと吐き捨てる選手たち。このままではまずいと考えた桑田は、桑田イーツを開業することに。1回100円の配達料を取れば100回で1万円の儲けだとニヤニヤが止まらない桑田。しかし商品代は自分持ちだったことを失念しており、いくら配達してもお金はたまらないことに首をかしげる。これは原監督と元木君とも契約して件数増やさなきゃダメだなと袖をまくる理論派桑田だ。もうちょっとリアリティないとな。桑田さんは絶対選手全員からパシリなんてないから。そうですね、そうですね、もうちょっと、うん、桑田さんに失礼だからな。そこ、ね、こんなこと言ったら服部君とか違うんだね。そこは言うんですね。何が違うのか。ラジオネーム野生の豚骨ラーメン FM 佐賀。将来を不安に感じてハローワークに来た子。いやだって就任してんだから。安定も安定です。53歳という年齢に就職経験なしという条件のせいでなかなか求人が見つからない。するとハローワークの受付の人に、警備員なら運動経験を生かせて年齢的にも大丈夫と言われ、東京ドームの警備員に就職する桑田。翌日東京ドームに来た原監督に、お前何やってんだコーチはと言われ、桑田は掛け持ちでやります。二刀流ってやつですね。バカじゃない。どっちかやめろよ。ラジオネームボルハルトショア。遠征で広島へ行った桑田。元木と広島焼きの店に入り夕食。元木へ、なあ広島焼きとお好み焼きの違い知ってる？と自身の知識を披露しようとしたが、元木に、そんな知らないっすよ、大体焼いてマヨネーズかけりゃ味一緒でしょ、そんな細かいこと気にしてると女性にモテませんよ。と一蹴され、桑田しょんぼり。頼んだ広島焼きを少し残した。残すなよ。ラジオネームきっかけは偶然の中に FM 長野。免許合宿に参加した桑田。教官に、発進してすぐカーブですからねと指示を受けるも、立ち上がりにカーブから入るのは良くないね、初級はストレートで行こうとアクセルをグッと踏み込む。慌てて教官が補助ブレーキを踏もうとした次の瞬間、グッとブレーキがかかり、車体は滑らかにカーブを進んでいった。ストレートが来ると思ったでしょう。今のがね、ドロップカーブ。ピッチングもドライビングも同じ、相手の裏はねかかなきゃ。教官も思わずうなる理論を披露したが、ハンコはもらえなかった。裏安鉄筋家族みたいな出てきそうだもんね。クワタ。
そして巣がカーブして屋根からは突き抜けないっていう。ラジオネームハリケーンミキサブロー。昼ご飯にのり弁を食べている桑田、通りかかった菅野が、あ、桑田さんのり弁好きなんですかと聞くと、ジャイアンツカラーだからねと答えた。菅野が、いやでものり弁のおかずに卵焼きがあるからタイガースカラーにも見えますねと言うと、しばらく考えた桑田は、菅野くん卵焼きは好きかいと聞いた。桑田のジャイアンツ愛が溢れた。どういうこと。怖いな。怖いな。これエンジェルだな。パン。いやー面白い。ラジオネームハリケーンミキサブロ。広島 FM 放送。ツーアウト満塁。チームのピンチにベンチでボールに話しかける桑田。ピッチャーがタイムリーヒットを打たれ、相手チームの逆転のランナーがホームインしてくるが、ボールに話しかけるのに夢中になっていた桑田は見ていなかったので、元木に、元木どうなったどうなったのと大きな声で聞いたが、逆転されて気が立っていた原監督に、桑田集中と怒られた。ストレート。めっちゃ怒られた。原監督が懇願して来てもらったのよ、桑田コーチになってほしいって。そうそう、桑田集中ないんだよ。そんな扱いされないんだよ。ラジオネーム論より証拠の大ライス。食リポをする桑田、肉を食べ、うーん肉汁100マイル、味のキレはダルビッシュのスライダー、これはうまーすみ。続いてエビを食べ、うーんプリプリ、斉藤雅樹のお尻みたい、これもうまーすみ。するとディレクターから、うまーすみって何ですかと言われ、桑田は、あ、これはね、マイウーに対抗して僕が作ったオリジナルの決め台詞、うまっとと悩んだけど結局うまーすみ、これで流行語大賞狙ってると、ご機嫌な様子。ディレクターは眉間にシワを寄せ AD に、これ全部カットだから別の映像用意しといて、小声で耳打ちをし、はい OK 桑田さんお疲れ様でしたと予定より1時間早くロケ終わらせた。かわいそう。以上です。ラジオネームネクストドア FM 三重。ダルビッシュに刺激され YouTube で秘蔵の練習方法を公開する桑田、少し難しすぎたかなと最後に茶メッキを出して、好物のフルーチェを美味しく作る方法をアップしたところ、ステマを疑われ、球団から厳重注意を受ける。何言ってる。ラジオネーム七面 FM 長野。マッチングアプリに登録した桑田、マスミと下の名前で登録した桑田はプロフィールに野球が大好きですとだけ書きマッチング開始。するとすぐにヒロミという子にマッチングした。やり取りしているうちに向こうも野球に詳しいことが分かり、野球の話で盛り上がった。話はトントン拍子に進み、食事に行くこととなった。そして約束の日、いざ集合場所に行ってみると、そこにいたのは牧原ひろみ。事態を把握できず固まる桑田、そこに牧原が、あれ、え、もしかして桑田、え、桑田だよね、え、今日何待ち合わせ、ウィッグにグラサンかけてどうしたのと、まだマスミに気づいていない様子。桑田はショックと恥ずかしさから来る震えを抑え、俺はスカウトと、元メジャーリーガーの風格を感じさせる圧巻の一言でその場を乗り切り逃げるように立ち去った。ヒロミとマスミが出会わないだろ、マッチングアプリで。なんでお互い男同士で会うんだろ。そういうもんじゃないだろ、マッチングアプリで。何言ってんの。ラジオネームフェムド村。将来を考え、
アンダーヘアを永久脱毛した桑田の将来って。あ、そうか、介護とかな。しかしあまりに殺風景だったのでピッチャーマウンドの入れ墨にした。そんな入れ墨。シャワールームでそれを見た岡本が、桑田さん、それ侵入禁止ってことっすか？と言ったら、元木ヘッドコーチが、ちゃうちゃう、天一のマークや、わしのペッティングは天下一品、こってり濃厚って意味や、と言い、盛り上がる周囲に対し、ぐっと歯を食いしばる子。侵入禁止。見えちゃったんだ。あげよう。あげます。ラジオネーム、サイン Z。なあ、菅野、ちょっとここ見て。え、桑田さん、それどうしたんですか？アイプチよ。アイプチ結構うまくできてるやろ。桑田嬉しそうにはにかむと、ああ、ちょっと丸にも見せてくる、とだけ言い残し嬉しそうにかけていった。菅野は桑田の背中を見送りながら、あの人なんで金玉にアイプチ貼ったんだろう、不思議に思った。金玉だったんだ。で、金玉にどういうことなんだろう。ね、マイケル・プーマー監督、元木と大江戸温泉に行くことになった桑田。そこの二人はそんな仲いいないですよ。いいな。一つ目の浴衣に着替える更衣室にて、桑田さん、あの、自分トイレ行ってから向かうんで、あの、服着替えて先行っちゃってください、と元木が言うと、桑田は、あ、そう、じゃあ遠慮なくお先に汗流しちゃうね、と言い、全裸でのれんをくぐると、そこには風呂ではなく縁日が広がっていた。それを見た桑田は、おお、さすが大江戸、変化聞かせてるね、と感心しながら元木を待っていると、後ろから浴衣を着た元木がやってきて、え、桑田さん、何してんすか、ここまだ風呂じゃなくて男女兼用の食事どころっすよ、全裸やばいっすよ、早く服着てください、と言われ、勘違いに気づいた桑田は顔を真っ赤にし、とっさに食事どころにあったお盆を手に取り、股間を隠しながら更衣室に向かった。下げるよ、イメージなんですか、桑田。巨人ファンだよ、3回。巨人好きです。こんな人スーパースター違いますよ。全部真面目な、本当にストイックな方ですよ。まだ会ってないの、桑田さん。まだ会ってないですね、はい、ラジオネーム、ハリケーンミキサブロ、武田信弘と対談することになった桑田。野球とサッカーの違いについての話題になった時に、なんでサッカーは足で蹴るの、投げた方がいっぱい変化球とか投げられるのに、と武田に疑問をぶつけると、武田は、じゃあ野球はなんで蹴らないの、と聞き返してきた。しばらく考えた桑田は、うーん、野球だから、と答えた。桑田のパーフェクトな答えに武田は何も言えなかった。バカをして。ラジオネーム、ネクストドア FM 三重、後楽園でスズメのヒナを拾った桑田。優しい人なんだ。放っておけずベンチに連れ帰り、こっそり菅野に見せると、かわいいと大喜び。そこへ原監督が来たので、慌てて帽子の中へ隠すも、帽子がピョコ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 跳ね上がり、バレてしまう。元の場所へ返すように言われ、菅野と泣きながらひなにお別れする桑田。かわいすぎるだろ。かわいいな、この二人。泣いちゃうよ。エンジェルだな。
いやー面白い。ラジオネーム佐藤佐野ののた。コンビニで買い物をしていた桑田、その時レジの方で悲鳴が上がった。まさかのコンビニ強盗が発生。桑田は犯人が店を飛び出るのを目の端で捉えると素早くレジに駆け寄り、ぶつけると塗料が付着するカラーボールあるよねと店員に声をかけ、ボールを受け取るとすぐさま走って逃げる犯人の背中めがけてボールを投げつけた。しかし現役時代デッドボールだけはしないようにと心がけていた桑田の紳士マインドが邪魔をし、ボールは犯人を逸れてしまう。走り去る犯人の後ろ姿を呆然と見つめる桑田。数時間後球場で桑田を見かけた元木が驚いた様子で声を上げた。桑田さん、ユニフォームの背中のところどうしたんですか？蛍光塗料びっちりついてますよ。桑田はか細い声で、これは自分への戒めとつぶやく。するとそこに原監督が通りがかり、おい桑田、ユニフォーム汚れてるぞ、巨人軍の一員として常に死したと注意。桑田は洗面所へ駆け込み、ユニフォームを洗いながら、僕は紳士ですと泣きじゃくる。かわいいんだよな。かわいいよな。少年だな。ラジオネーム須又又蔵 FM を置いた。桑田さんが球場に入り、小一時間選手に守備の指導をしていた。するとその選手が申し訳なさそうに、あの自分ボールボーイですと言った。すると桑田は恥ずかしさのあまり引き返せなくなり、もう1時間守備の指導をする。優しいよね。優しいですね。絶対野球嫌いな子じゃないだろうからね、ボールボーイのこと、うん、そうですね、嬉しいんじゃないかね。ラジオネーム論より証拠の大ライス。背筋を伸ばし誰よりも大きな声で、はいと返事をする桑田。すると元木に、桑田さん、美術館の音声ガイドは聞くだけでいいんですよ、静かにしてくださいよ、恥ずかしいですよと言われ、元気よくはいと返事をする桑田。巨人軍常に紳士たれ、この言葉を忠実に守るのであった。ちゃんとしてるね、ちゃんとしてらっしゃる、人格者って感じがしますね。あ、合わない、まだインタビューチャンスない、インタビューチャンスまだ近々あるかもしれないです。まだ分かんないですけど、なんかいじってきてよ、しっかり。絶対無理です。ほくろなんかあるんですか？最悪、最悪のやつ。素人中の素人がやるいじり。ラジオネームサハラサザンカ。東京ドームの外野席を見ると、柱に1とか3とかユニフォームが飾られていることに気づいた桑田。これ一体何だろうと思い、元木に、あの数字って何と聞いた。すると元木は、あれはあの首脳陣が今週しこった回数ですよ。原監督は4回、後藤さん1回、宮本さん3回、吉村さん14回、僕は16回ですということは、桑田さんは34回ですかとふざけて返すと、桑田は恥ずかしそうに、明日になるともっと増えちゃうねと小走りでベンチ裏に逃げていった。元気よね、やっぱスポーツなんかね。そういうことじゃないですけどね、素晴らしいね。ラジオネームマスメディア大好きっ子ちゃん。休憩中、元木としりとりをする桑田。元木の巨人に対する気持ちを確かめるために、巨人というワードを引き出そうと執拗に気攻めをするが、巨人と答えるとしりとりが終わってしまうことに気づいていない。天然だ。そんなバカじゃない、バカではないんだよね。ラジオネーム高速進化 FM 栃木。習字をした桑田。一滴跳ねて黒い点ができてしまい、坂本に、桑田さんマジほくろ好きですねと言われ、本気でへこむ。ラジオネームネクストドア。東京ドーム内に
念願の喫茶店をオープンした桑田早速元木が客としてやってきた。あ、アメリカン一つ。あ、てこれ店名なんて読むんですか。野球の野球のコーヒー人。サイフォンを火にかけながら、コーヒーに人と書いて野球のコヒビトだよ。あとアメリカンじゃなくて大リーグなとご機嫌にウィンクする桑田。恋人アメリカンじゃなくて大リーグ。レジオネーム三平。ドン・キホーテのアダルトグッズコーナーで牧原とバッティングした桑田両手にカラフルなアナルパールを持ったまま、まあ牧原さんもあれですか、練習用のあれですかとわけのわからないことを口走ったが、一方の牧原も巨大なディルドを握りしめたままああそうなんだよ、これなんかバントのな練習に使えるあれだと思ってななどと意味不明なことを繰り返し、重く長い沈黙が落とすれまずいな、行くのかな本当に行かないんじゃないですかね、はないのか。ラジオネーム西のスイカ FM 熊本。野球をしている時ではなく、野球をしている時だけでなく日常生活でもサインを出そうと元木と決めた桑田元木は今日飲みに行きましょうと伝えたくて、右手でビールジョッキを口に持っていくジェスチャーをしたが、桑田はフェラで抜いてくれる風俗へ行きましょうだと勘違いする試合終わり居酒屋へ連れて行かれると珍しく怒ってしまう桑田だった。ラジオネーム別れ際ちょっとムキになる FM 岩手。ヨーグルトを食べようとして蓋を勢いよく開けたら、蓋についたヨーグルトが飛び散って顔面にかかってしまった桑田するとそれを見た元木がヘラヘラしながら、ちょっと桑田さん、しこるときはちゃんとティッシュ使ってくださいよと言ってきた。それを聞いた桑田は、僕は自分の精子が顔にかかるようなみっともないオナニーなんて絶対にしないするもんかと顔を真っ赤にして怒り出した。元木が、いや冗談ですよ桑田さん、からかってすいませんでしたと慌てて謝ると、桑田はようやく落ち着きを取り戻し、口元についたヨーグルトをペロッと舐めて照れたように笑った。何だ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 元木と桑田しか出てない。仲良すぎますね。良すぎるよな。ラジオネーム真面目な童貞。早稲田大学の大学院を出ている桑田はドラゴン桜に影響を受け、バカとブスこそ早稲田へ行けと言い出し、読売巨人軍特別進学クラスを創設した。元木の大学受験を指導することになった桑田だったが、野球ばかりで勉強はさっぱりの元木がベースボールのことをバセバルと呼んでいるのを聞いて、ベースボールメジャーリーグ仕込みの発音を披露するのであった。あったじゃないんだ。ラジオネーム東北自動車道 FM 三重。試合中ベンチで元木が持ち込んだポテチをこっそり食べてしまおうと企む桑田岡本が特大ホームランを打った隙に、桑田は人目を盗んでポテチの袋を開け口にポテチを流し込む、はあ、なんとかバレずにつまみ食いに成功したぞそう安堵したのもつかの間、よく見るとそのポテチは原監督のものだったあれ俺のポテチないな桑田、どこにあるか知らない？原監督がそう話しかけた瞬間、試合中であるにもかかわらず慌てて JR 水道橋駅前のコンビニに走る桑田でラジオネーム親指ジョニー FM 長崎。
竹下通りを歩く桑田、目に映るもの全てが眩しいなと初めての原宿一人散歩に興奮している様子。お、あそこにクレープ屋があるな。でも桑田が一人で来てチョコバナナクレープなんて買ったら笑われちゃうかなと考えながら歩いているとクレープ屋の前へ着く。しかし少し立ち止まろうとはしたが、やはり照れを捨てきれずにクレープ屋を行き過ぎる。うん、やっぱり恥ずかしいな。頭をポリポリかいていると後ろから桑田さんという声が聞こえる。反射的に振り向くとそこには巨大でカラフルな綿菓子を持った谷繁がいた。桑田は拳をぐっと握りしめ、谷繁勇気をもらったよ挨拶もそこそこにクレープ屋へと引き返した。可愛いおじさんなんとは。谷繁さんはまあ学生の頃やんちゃだからね、あまあこういうこと平気かもね。そうなんですかっていうのも。ラジオネームお茶館。原監督の部屋に呼び出された桑田。桑田が部屋に行くと原監督は真面目な顔で、ああ最近チームの風通しを良くするために意見箱を設置しただろう。さっき中を確認したら蛇口からオレンジジュースを出してほしいっていう意見が来てた。73通心当たりあるなと聞かれた。桑田は口を尖らせながら、こういうのっていっぱい出さないと当選しないって聞いたことがあってと反抗する。原監督は優しい口調で、なあ桑田、意見箱ってそういうことじゃないんだそこから丸一日かけて桑田に説明をしました理解力ねえんだ。ラジオネーム三平。ロッカールームの鏡の前で生ケツを突き出し、肛門の真横にできたイボを確認する桑田なんだこれ、イボジかな、やだなとぼやきながらイボをツンツン触っていると、はいお疲れと言いながら原監督が入ってきた。おいお前何してんだと困惑しながら鏡に映った桑田の肛門を見つめる原監督。それに気づいた桑田は、いやちょっとそんなにじっくり見ないでくださいよ、はずいっすよと柄にもなくおどけながら鏡に肛門をぴったりくっつけて腹の視線をシャットアウト。何それ。ラジオネームペンペングサ。菅野と話している桑田。桑田、昨日はせがれがいっぱい出ちゃってさ。菅野、あ息子さん昨日もたくさんテレビ出てましたね。ん、そうなんだ、何やらいまいち噛み合っていない様子。するとそこへ元木がやってきて、あ菅野、桑田さんがせがれっていう時はあの生死のことだから息子さんのことはマット君って呼んでるから。菅野は、あそうなんですね、なんだただのオナニーの報告だったのかと納得。桑田は少し恥ずかしそうに、なんか今のアンジャッシュのコントみたいだったねいやと3人で笑っていました。よく笑える、笑えるかな。ラジオネームネクストドア FM 三重。原監督から、明日の先発メルセデスで行くぞと言われ、一軍登録をすっかり忘れていたことに気づいた桑田とっさに、メルセデスダメです、誠にすみませんと謝り、いやジョイマンかよと突っ込まれるも意味が分からず、そんなところですと適当にごまかす桑田。知らないのか。そんなメルセデスですダメです、誠にすみませんあげよう、ラジオネーム
マイケル・プーマ監督じゃねえよ。元木と家系ラーメンを食べに来た桑田、食券を渡して席に着き待っていると店員にお好みはと尋ねられた。すると桑田はかぶっていたキテレツ大百科の帽子を取り深呼吸しておっぱいが大きい女性が好みですと声を張り上げた。すると横の元木が、ちょっと桑田さんマジ何言ってんだここそういう店じゃないですよ、お好みって麺の硬さとか好みの味聞いてんですよ、女性の好みなんて誰も聞いてませんよと周りの誤解を解くため必死に説明してきた。勘違いに気づいた桑田は顔を真っ赤にして周りに謝りながら帽子を深くかぶり麺をすすっただよ。ラジオネーム論より証拠の大ライス。食事中元木がすいませんお箸一本くださいと店員に頼んだ。それを聞いた桑田が、元木お箸は一本じゃなくて一膳だろうと注意。元木も、あ別にいいじゃないですかお箸ぐらいと反論。桑田は、よくない、我々は野球人である前に社会人だ、言葉を正しく理解することも大切なんだと言ってきたので、元木は不敵な笑みを浮かべ、え、じゃあ金玉ってどう数えるんですかと聞いた。桑田は黙り込み考えに考えた結果、金玉は1ブルースウィリス、ほらブルースウィリス、まあ、金玉顔でしょ必死に解説。それを聞いた周りの選手は失笑くせ者元木にしてやられた桑田であったくせ者だな。ラジオネームネクストドア FM 三重。駅のホームでメスの鳩がオスから追い回されているのを見た桑田、拳を頭の上で振り回しオスを追い払っているうち電車を逃し練習に遅刻してしまう。原監督に、おいどうして遅れたんだと言われ、え、男性に付きまとわれていた女性を助けていましたと言うと、ああ、さすが紳士、それでこそ巨人軍だと褒められ、嘘は言ってないごくりと喉を鳴らし自分を納得させる桑田優しいんだな。ラジオネームサイン Z。 誰もいないブルペンでこっそりしこっていた桑田が行く寸前で誰かがやってきてしまう。あれ、ドア開いてるじゃん、え、誰かいるんですか慌てた桑田はチンポをしまいながら、あの、え、誰もいませんと返してしまう。あれ、この子桑田さんでしょ、何してんですか、入りますよ。あ、い、桑田じゃないです元木です。いや、元木さんさっき向こうにいましたよ。あ、いや、じゃ あの原です、原監督です。いやいや、原監督今トイレ行ってますから。パニックになった桑田は声を震わせながらさらにこう続ける、え、あ、いや、あ、菅野です、僕菅野ですすると相手からまさかの返答、いやいや、俺が菅野ですか何やって幽霊との話あげようか。パン。ラジオネーム内閣低めゴリラ。冬またおかしいよこれ。冬に備えて三塁ベースの下にどんぐりを貯めているクワタリスじゃないね試合前菅野を呼び出し、いや実はな、三塁ベースの下にどんぐり隠してて誰にも踏まれないようにしたいんだけどと相談する。それを聞いた菅野は、わかりました桑田さん、この試合は俺がきっちり完封して
誰にも三塁踏まさせませんよ、うん、と約束してくれた。それを聞いて安心した桑田だったが、巨人の攻撃中二塁へ出塁したランナーへ原監督が盗塁のサインを送る。桑田は慌てて、監督監督、実は三塁の下にどんぐりを埋めていましてと説明しに行くが、原監督は桑田、二度とベースの下にどんぐりを埋めるなと一喝し盗塁のサインを出す。慌てた桑田はベンチを飛び出し、盗塁盗塁、あいつ盗塁するよ相手のピッチャーにチクる。幼稚か。何言ってんの。理論派なのよ桑田さんって。そうですよね。あげようか。パン。ね、怒られるんだよ。いい加減。ラジオネームうるすけ FM 山口。父の日のプレゼントにマットから短パンをもらった桑田、早速練習で使おうとロッカールームで履いてみると、裾が太ももの付け根までしかない、かなり短いタイプの短パンだった。いや、こんなに短いの小学生以来履いたことないなぁと戸惑う桑田。そこへ菅野と岡本がやってきて、短パンを見るなり、お、めっちゃおしゃれな短パンですね、え、父の日のプレゼント、いや、マット君さすがのセンスですねと口々に褒めてくれ、気分が良くなりニヤニヤが止まらない桑田。しかしそこへ入ってきた元木に、いや桑田さん、それホットパンツみたいっすね、ピッチングするために金玉はみ出ちゃいますよとバカにされ、周りにいた若手からもクスクス笑われてしまう。せっかくのいい気分を台無しにされ、顔を真っ赤にして怒った桑田は、いや、セットポジションなら金玉出ないから言いながら短パンの裾をグッと引き下げるのだ。描写わかるけど最後。ラジオネーム金のマンタ FM 岩手。アタック25に出場した桑田、運がよく野球の問題が続いた。はい、白の桑田さん何番にしましょう。とりあえず18番。あ、うん、またしても正解。はい、次は何番。あ、じゃあ、原さんの8番で。おお、立て続けに正解。次は元木の2番で。今度は緑の佐藤さんが正解。何番いきましょうか。5番お願いします。緑が5番に飛び込んだ。あれ、あ、どうしました桑田さん、なんで泣いてるんですか。キヨキヨごめんな、キヨ早かっ、緑の方5番以外でお願いします。その瞬間桑田に笑顔が戻った。何これ。キヨじゃないんだよ。清原さんね、ベストファーザー賞、あ、あ、取ってました。いやいやいや、手放し喜びましょうよ。はい、はい、そうだよね。そうですよ。はい、ラジオネームクソミチョゴリラ、うん。アイドルの握手会に親友の清原と一緒に行った桑田。アイドルにあだ名をつけてもらうのが流行りだと教えてもらった桑田は、アイドルに、あの、僕にあだ名つけてくださいとお願いした。アイドルが、ほくろが多いから大学芋というとショックを受ける桑田。帰り道、助手席に座る清原に、清はなんてあだ名つけられたのと聞く。清原は、あ、あ、ズル向けホームラン王。あまりにかっこよすぎるあだ名に度肝を抜かれた桑田。へえ、そうなんだ、俺はね、あの、イケメンピッチャー。
嘘ついてしまった。今日もよく出る。ちょっとあげよう。しょうがないね。以上でございます。Stay Night Dreamer。